イエーイ、はい、始まりました。スマッパの日の当たる宮殿。声ちっちゃい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。イエーイ、イエーイ。いやさ、久しぶりですね。始まりました生放送、スマッパの日の当たる宮殿。まずは自己紹介からいきましょう。はい、はいはい、まず僕いきます。はい、内勤の葉月です。イエーイ。内勤なのにまた出ちゃいました。はい、じゃあ次、スバルです。終わりですから。終わりですから。いつまでだっけ。入って1ヶ月ぐらいですね、まだ1ヶ月目、はい、うん、ちょっとね、今日初ってことで緊張してるもんね。ちょっと緊張してるもんね。緊張しすぎですよね。 あんま緊張しなくていいからね。気楽に行こう、気楽に、うん、はい、じゃあ次、トウヤです。入って今日が23だから、3年半ぐらいです。あー、いいですね。3年半目で肉玉ですね。いいです。じゃあ最後に、はい、昨日髪染めてきました。入って1ヶ月ちょい、たつきです。うん、よろしくお願いします。あー、いいですね。すごい、なんかフレッシュな真面目な感じがいいね。はい、ありがとうございます。よくやります。ちょっとね、新人、新しい子2人はちょっと緊張してるんですけどね、まあそんなこともありながら、早速ちょっとお酒で、はい、緊張ほぐしてね、いきましょう。はい、アップでいきますか。こちらですね。はい、本日のシャンパンならぬ本日のワインです。ブルゴーニュキュベラトゥール。これ結構いいやつじゃないですか。結構いいやつです。あのスマッパのね、あの、うん、グラスワインで一番こうメジャーで使われている、うんうん、すごく美味しい、赤ワインです。ピノノワールです、うんうん、で本来ね、こう説明してる人が開けるところを、なんとなんと、なんとなんと、この新入社員スバル君、うん、ね、あの、はい、入店する前にもワインエキスパートの資格を持ってるということで、うんうん、そうです ね、すごいね、すごいよ ね、 ね、まさにスマッパのね、カラーとあった感じなんで ね、うん、ね、今日はそのスバル君に開けてもらおうかと思います。おいしょ、開けちゃってください。開けちゃっていいんですね。はい、やっぱこれ難しいもんね、開けるの意外と。そうですね。どうですか、開けたことあります？僕ワイン好きなんで、もうすごい。ですか。すごいっすよ、僕の本当ですか開け方は。、はい、そう、あ、ねえ、どう開け方は分かる。開け方は分かります。うん、開け方と飲み方 しか逆に分からないです。あ、そう、はい、ほぼほぼ完璧だよね。はい、それ完璧だね。はい、うん、どうなんですか、これがどんなワインかも多分僕分かると思います。お、はい、お、あ、さすがっす。まあちょっともう最初に品種言っちゃったから当てゲームできないんだけどね。そうっすよね。マインドできないですね。どうなんですか、タツキは何、赤ワインとか飲んでます？あー、僕飲んでましたね。あの、もともとフランス料理やってたんで。あー、そうですね。はい、よく飲んでましたね。すごいね、あの、いいところで働いてたもんね。はい、うん、そうですね。某フレンチで、某フレンチ、うん、料理店で。ね、今回あのワイン好きが多いというか、まあ、僕も今年ソムリエ試験受けるので、うん、まあ、受験生、ワインエキスパートで、ワインが大好きで、フレンチね。フレンチ、いやーね、とにかくワイン大好きな4人です。あ、もう困ったじゃないですか。完全にね。あ、いいっすね。そうですね、入れてくれんぞ。入れてくれるんですか。あ、俺これ俺飲んだことある、席で。そうなんですか。うん、俺あるわ、これ。いいよ、じゃあやっちゃってください。飲んだことある、まあ一番使ってるかもしれないよね。はよ、はよ、すげい。はよ、酒をよこせと。ねえ、震えてる。いいですね、なんかちょっと
すごいあれだね、フレンチのお店とかすごい人気あるけど。あ、僕ですか、ね、主に何を作ってたんですか。あ、僕はまあそうですね、まだ全然下っ端だったんで、うん、オードブルの手伝いとか。はいはいはい。だからもう、うん、そうですね、でもまかないとかですね、やっぱ基本はまかないも作るんだ。まかない自分で作ってましたね。そういうプロの料理人さん相手にまかないを。はい、大変ですね。やっぱまかないから始まるんだ、そういうの。あー、店によってですけど、ね、練習みたいな感じだ。そうだ ね、これどんなまかない作るの、そういう高級フレンチのまかないって。そうですね、気になるよね。うん、なんか中華とかだと結構中華料理をそのまままかないで出すらしいんですけど、フレンチだとやっぱいろんな工程があるじゃないですか、作るのにも。そうだね、コース料理だったり。難しいもんね、うん、普通に生姜焼きとか食ってます、みんな。生姜焼き、なんか違うの、なんかパテになんかみたいな感じじゃないんだ。じゃないですね、普通に生姜焼き、肉じゃがとか食べてます。白米で。はい、白米なんだ。白米を鍋で炊いて。あ、鍋で炊くの。鍋で炊いて。すごいね、もうそれ和食料理屋さんと一緒のことをやってるんだね。そうですね。いや、意外な裏を見れたところで。ではね、キュベラトゥール乾杯しましょうか。乾杯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 。おー、思い出すなこれ。あ、思い出す、思い出しますね。思い出してきたでしょ。思い出しました。うわー、思い出す。思い出してるね。え、振るよ。ちょっと、もっと言ってほしかったから。どうどうどう、おいしいですか。なんかあれだよね、エキスパート感出てるよね。確かに、うん、ワインエキスパート感ね。ワインエキスパート感ってどんな感じですか。いや、なんかちょっとなんかワイン知ってますみたいな雰囲気。どうなの、ソムリエとワインエキスパートはこう何が違うんですか。ソムリエとワインエキスパート、うん、そうですね、何も違わないと思いますよ。何も違わないんだ、うん、どっちもワイン好きっていう共通点があるそうなんだ、うん、ワインが好きでエキスパートを取って、うん、そうですね。いやね、面白いっすよこのワイン。何っぽいこれ。はいはい、なんかちょっとスワル的に、僕的にはまあちょっと黒い、やっぱベリー系のブルーベリーとかそういう系の味しますね。あー、すごいね。うーん、受験生勉強になりますわ。かっこいい。かっこいいっすね。ただのワイン好きと違うな。ただワイン好きと違うもんね、うん、どうですか、どんな香りが。どんな香りですか。どんな香り、うん、そうですね。いや、思い出しますね。思い出すよ、はい、あれを。思い出してんの。思い出してんの。いや、フルーティーではないですねこれ。うん、確かに。ワインね、まあね。まあでもこんなね感じですがね、ワイン好きなんですがね、僕たち先月、じゃあ今月か、沖縄旅行に行ってきて、はい、ね、僕もなんか面白いワインがあったんで飲みましたよ。パイナップルワイン。ありましたね。パイナップルワイン知ってます？知らないですよね、絶対分からないような。売ってましたね。飲んだ。飲みました。僕も飲みました。飲んだ、はい、あ、そう、みんな飲んでるんだ。飲みました。どう、美味しかった。あ、めちゃくちゃ美味しかったですね。すごい飲みやすかったです。甘かったよね。うん、あ、すごい甘かったですね。ね、あれと何を合わせるんだろうね、一体。あれ何ですかね。なんだろうね。手ぐらい、なんか沖縄って料理の感じ違うでしょ。そうですね。で、あとはもうゴーヤチャンプルが意外と苦くなかったっていう。うんうん、美味しかったですよね。ね、美味しかったよね。ゴーヤが、ね、美味しかった。甘かったですね。うん、どうですか、ゴーヤチャンプルとかも全然。うん、そうですね、でも意外に料理人とかでも好き嫌いする人結構いるんで、なんかやっぱりまかないとかも結構、うん、では出せなかったですね、出したかったですけど。チャンプル、チャンプル出したかったですけど。そう、なんか好き嫌いないイメージあるけどね、うん、はい、そうですね、うん、普通にやっぱり料理人も人間でした。料理人も人間でした。人間でした、やっぱり。ちなみに嫌いな食べ物は。あ、僕の嫌いな食べ物はないっすね。全然ないんだ。全然ないっすね。ないんだ。僕はあれ、うん、そこはあれよって感じなんですけど。あ、そう、うん、じゃあね、好きな食べ物は。あ、好きな食べ物、合コンみたいだな。確かに。緊張してる合コンみたいだな。いやね、あとはもうなんか沖縄はもう豚足、あ、豚の足、あー、
あれですよね、食べた、そば食べに行きましたもんね。そば食べに食べに行ったんですよ。葉月さんとかとそば食べに行ったんですよ。そうそうそう、うん、豚足ってうまいのだよね。俺がっつり足の部分食べたんですけど、毛が生えてるんですね、豚足ってそうだね、生々しい毛が生えてて、ラーメンのそばの上に毛が生えた豚足だもんね。怖かったっすもん、うん、あの誰かのあれあれが入っちゃったのかと思って。まあまあ NG ワードだけどね危ない危ない危ないです。まあでもね、でも食べてたよね。結論から言うとなんかこう、はい、何あれはなんか油コラーゲンみたいな感じでしたね。美味しかったです。でもあれがそばの上にドンと乗ってるのはびっくりでしたね。そうだよね、あそうですね、毛生えてるしな。あ毛生えてるしもう、そうだよね。大きいのは面白いですわ。なんか他になんか珍しいもの食べたりした？ちょっと美食家が ね今日多いんで、メンバーの中にちょっとした食堂行ったんですけど、うん、おすすめなんですかって聞いたら、そばとかじゃなくてちゃんぽんっていうのが、ちゃんぽん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 、いやそれ長崎ちゃんぽんじゃなくて、うん、沖縄のちゃんぽん、ちゃんぽん丼みたいな感じのおやつが出てきたんですけど、うん、それめちゃくちゃ美味しかったですね。なんか何が入ってるの？なんか炒め物を、うん、卵とか、ね、なんか炒め物をご飯の上にそのまま乗っけたみたいな感じなんですけど、美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったです。あの葵さんがうめえうめえって言ってました。あんまりうまい言わないみたいな葵さんだね。あの葵さんがなんかちょっといろいろあるんだろうね。どうなんですか、スバルはなんか珍しいもの食べた？まあ、東江さんも食べたと思うんですけど、まあ、豆腐用っていうなんか豆腐をちょっと発酵させて青森に浸してるみたいな。おうおうおう、なになになになんていうんですかね、あれね、なんかチーズみたいな感じですよね。俺結構みんな食べてたんですけど、うんうん、じゃん負け、じゃん勝ちか、じゃん勝ちで食べるみたいな感じだったんですよ。で、僕うまく逃げて、はいはい、僕だけ食べてないんですよ、実は。食べてなかったんですか、どれ。実は俺食べてないから。マジっすか。豆腐用の感じ分かんないよね。匂いだけ書いたんですけどどんな感じか分かってなかった。そう、臭いやつです。そう、284番さん、正解。有名なんだね。正解。有名なんだね。うん、あれテキーラボールみたいな感じで。そうですね、ちょっとなんか泡盛バージョン。テキーラボールの泡盛バージョンそんなくせえんだ。やっぱ鼻に抜ける感じあるんですよね、泡盛が。で、ずっと口の中に残るっていう風に言ってる人がいましたよ。おー、なるほどね、うん、もうちょっとこれかなり好き嫌いが分かれるね。ああ、うん、なるほど。そうですよ、もうね。いや、食べたかったな。全然いかなかったじゃないですか。すごい食べたかったな。今ね、超嫌がってたね、すごいね。キャラいけしてたでしょ。そうですね。あん時もうてっきり食べてるもんだと思ってましたよ。俺とか、ね、ちょっとこのコメントをね、よしとの腕も豚だよっていう。いや、これ多分これ絶対ね、誰かね、従業員がね、これ書いたんでしょうね。よし、うん、さん、でもあそこ、あの腕のところ何個か説があるんですよね。なになになに、なんか毎回言うことが違うんで、みんな聞いてみた方がいいです。お店まで来て、ヨシさんどうしたんですかって聞いたら、うん、いろんな回答があるんで、うん、確かに4パターンぐらい多分あるんですよ。ヨシと店長の手は豚なの？僕は豚だと言われてないんですよ、最初、うん、で、2回目聞いた時に豚って言われたんですよ、うんうん、3回目聞いた時また違うこと言われたんですよ。なんかいろいろな動物に変わってるんだね。だから何なのか分かんないです、あそこ。あ、そう。本当はここに何かがあるの？はい、ここに右、まあね、右なんで。右、まあ、なるほどなるほど。まあぜひご来店した際にはヨシさんの腕に触れてあげてください。あーね、ソムリエのね、ヨシと店長ね。美味しいなこれ。いいね。しれっとしちゃった。うん、どうなんですか、食べ物以外に思い出あります？最近は沖縄も含め。僕今日すっごい二日酔いなんですよ。うん、こんな言っていいのか分かんないですけど、うん、超二日酔いなんですよ。うん、昨日久しぶりにテキーラ飲んだんですよ。うん、飲ませていただいて、うん、はい、でやっぱ僕テキーラ好きだなって思ったんですよ。もうテキーラ、その話ちょっと後でしましょう。後でしましょう。後でしますか。じゃあ一旦 CM 入ります。はい、はい。
ようこそ僕のシンデレラ。何なんですかこの未収は。今月の売上300万、うち入金30円、どう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社に。イエーイ後半もやっていきましょう。はい、でキレが悪かったけど適当な話します。はい、なんかこれ滑るやつではないですか。いやー大丈夫でしょ。多分大丈夫でしょ。そうね、今日、うん、超絶二日酔いなんですよ。うん、もう具合が悪いですよ。うん、あんま見えないけどね。もはや具合が悪いんですけど、うんうん、でもテキーラって美味しいっすよね。いいね、CM 前と同じことを言ってくれたね。いいね。そう、昨日、いやこれ最初俺思い出すって言ってたじゃないですか。はいはい、昨日ワインも飲んだんですよ。おー、うんうん、思い出し始めちゃって。もなんで、結構思い出す率高いね今日。はい。いいね、お酒にゆかりがある。そうです。どうなんですか、テキーラとワインだったら。もう何を飲むかじゃないんですよ。誰と飲むかが大事なんですよ。へ、はいはい、ね、乾杯。なんだこれ、なんだこれ。恥ずかしい、こういうの。出ましたね、うん、格言が。名言だ ね名言だね。トモヤの話面白い。そんなことない。でもなんかね、元気で元気そうだし、でもなんかちょっとさ、ちょいちょい触れられてたのは、タツキの髪が染まった件について。あー、そうですね、結構触れてもらいましたね。やっぱ何、沖縄の青い海見たら、そうですね、テンション上がっちゃった。日差しでもう焼けちゃって、あと失恋とか言って。そうなの。そうなの。めっちゃ笑顔で言ってくれてるけど、あと失恋とか言って。いいですね。もうなんかあれだよね、この時期になると結構みんな髪色変えたくなるからね。あー、うん、確かに、ナスクが明るくしたくなりますよね。うん、いっちゃいます。うん、いっちゃいます。いっちゃいます。うん、東亜ぐらいいっちゃいます。うん、そうですね、これぐらいパキッとした方がいいっすよね。一番明るいですもんね、うん、多分スマッパで。そうだね、うん、もっと明るくすんの。いや、僕もあの茶色にします。茶色に戻すんですか。はい、戻すんだ。うん、なんでこの色なの。なんでちょっと色々ありまして。ねえ、東亜なんで。僕自分に迷うと髪の毛を変えるっていう修正があるんです。修正があるんだ。そういう修正があるんだ。はい、一回パッツンにした時ありますよね。あったね。とは結構いろいろ髪型変えるからね。とか、うん、こう伸ばしちゃったりとか、うん、そういう時って迷ってる時なんですよ。だからなるべく触れないであげてください。イメージ。そうです。イメージがね。そうです。ちょっとなんかあれだね。今までで一番奇抜な髪型って何ありました。髪型、僕はモヒカンっすね。モヒカンやりましたね、学生の時。あ、ベッカムが流行ってたって。そうです、そうです。ベッカムヘアの延長でちょっとモヒカンやりましたね。ソフトじゃなくなったやつね。ソフトじゃないですね。ハードな、こういうやつね。ズルみたいなやつ。いや、なんて言うんだろう、ちょっと髪真ん中が結構長くて立たせながらモヒカンやりましたね。おー、すげえ。でもあれ超流行ったよね。流行りましたね。うん、一番激しかった髪型は一昨日の夜です。一昨日の夜一昨日の夜、それ俗に言う寝癖ってやつ。そうっす。完全にそうっす。寝癖か。あんまりじゃあ挑戦はしないんだよね。色は明るくするけど、うんうん、そうです、そうです。なるほど。あ、あと、うん、俺起きたら坊主になってた時があるんですよ。何それ、何それ。おー、何何何何。ばあちゃん家で、うん、ちっちゃい時ですよ。まだ今もちっちゃいですけど、うん、寝てたら、ばあちゃんに急に多分坊主にされてたっていう。おばあちゃんに。はい、おばあちゃんすごいね。寝てるからこう床がこうぶつかってるわけじゃないですか。だからこの辺までしか坊主にされてない。アグレッシブだな、おばあちゃん。そう、だから攻めたな。結果起きてからしてもらいますよね、ばあちゃん。うん、衝撃的だったんじゃない。そこまで伸びてたってことでしょ。伸ばしたくて伸ばしてたんでしょ。いや、そんな長くなかったんですよ、そもそも。そう、多分昔のあのそういう、はい、ね、立って、うん、
気になったんですかね、なんかそう、スポーティーな方がスポーティーねえ、前髪の抵抗なくなるからね確かに早く、いろいろ早くなりそうですねああ、いいっすね、なんかすごいファンキーな話を確かに持った最後にタツキのファンキーな髪型の話になるけど大丈夫あ、来るよこれあるよ、なんか来るよ持ってますよね、もうタツキ来るよあでも僕、ここじゃねえ、中学生の時にあの陸上部だったんで髪長かったんですけどやっぱ坊主にした方がいいって話になって、うんうん、でもやっぱり坊主するんだったらせっかくバリカン入れるんだったら面白いやつにしたいよねっていう話になって、はいはいはい、デザイナーズ坊主ね、はい、おしゃれなやつだいいね、うん、そうですけ ど、ね、結局どんなやつになったの結局ここから一周ぐるっとバリカンでやって、はい本当に。はい。で、それで一日過ごしたんです。どういうこと？坊主なんだけど、はい、あ、違う。普通に例えばこの状態でこういっちゃったんですよ。バリカン。はい。あれだ。被せるみたいな。もう道作っちゃったんです。アーミーな髪型だ。はい。アーミー。アーミーの GI 上部。いるよね。アーミーってこうやるよね。うん。すごいね。ここ反り込んでみたいな。いやみんなあれだね。なんか。雰囲気に似合わずファンキーなことをやってるんだね一人だけ言ってない言ってないですここでちょっとなんか俺髪の話をさせる自分から見といて絶対させる俺が一番やったイケてる髪型やっぱ僕高校時代にやったスキンヘッドですね みんな多分短い坊主とかあるじゃんその後遺症っすか後遺症でちょっとおでこ上がってきてるね何1ミリの坊主にした後にT 字のカミソリ、はい、4本ぐらい使って、はいはい、こう自分で剃るんだよ剃るでやっぱ気合い入れて高校時代ね投稿したらさ お前髪なくないみたいな、うん、それ坊主じゃないよねうんってなってでそれが真夏だったから真夏にスキンヘッドやるからやっぱ頭も焼けるんだねなんか真っ赤っかになっちゃってさ皮剥げるんですよねそうそうそう皮剥げちゃうの坊主じゃなくてスキンヘッドにしたらいいけど、ね、頭真っ赤っか でやっぱ1週間後とか皮剥がれてくるじゃん、はい、1週間後すごかったよねこう剥がれてくもんねはいスキンヘッドの頭からいや、これスキンヘッドしてないっすあ、してない仲間みたいななんかすごい乗ってくれるからやったことあんのかなって思っていや、やってたらこう、もう俺言ってますよあ、そうねえ、僕はスキンヘッドねその時眉毛も言ってたんすか、やっぱ眉毛も言ってましたね眉毛も言ってたんすかやっぱ高校時代ちょっとね生きりたいみたいになるじゃんありますね、うん、やっぱ北海道ってやることないからそれぐらいしかなかったんですかそうだねそんなことはないけどね北海道バカにしすぎじゃない全然しないです俺行きたいですもん北海道ねえただのおまわび久しぶりですねそうですね最初の頃言われてたそうだねあれですねおまわびね剥がれるって何頭の皮膚が剥がれますなんか、うん、そうだね焼けたらねトーヤは沖縄に行って皮膚の焼け方が尋常じゃなくてね汚いものがアップしてくれるね抜けてるんすよ僕これわかるねえそれが頭のそれが頭になるんすね頭になったね、うん、あれ超恥ずかしいですよ恥ずかしいねやっぱカッコつけてやったはいいけどさメリメリ剥がれてくんだよやっぱりだからあいつスキンヘッドはい、はい、あいつスキンヘッドすごくないってよりもあいつの頭皮剥がれてねすごくないっていう何化粧水そう化粧水頭につけるやつだよね乳液とかさアロエとかそうそうそうアロエアロエやべえトウヤが大きいねやっぱ日焼け止め塗らなきゃね、うん、スキンの人は必ず日焼け止め塗ってます、うん、絶対塗ってます日焼けってやけどっすからね、うん、塗ってそうだよ昔それこそ3年ぐらい前にトウヤが入店してきた時は下のバリバリって真っ黒だったもんねそうっすね、うん、ごぼうみたいでしたねごぼうみたいだったねカモマメかごぼうかみたいなねトウヤかみたいなそうっすもうごぼうみたいな黒さになっちゃってた時ありましたね、やっぱみんなあれだね黒歴史があるんですね、ありますねあの頃何にしたかったのあ、そうエミネムになりたかったんです僕
エミネムってさ、うん、白いじゃん。でも白いじゃん。で、焼いて、うん、結構黒くなった時に気づいたんですよ。エミネムは違う。うん、そうだね。気づいちゃったんですね。そうだね。それそ JG とかそっち系だよね。そうそうそう、フローライダー。フローライダー系ですよね。エミネムとフローライダー全然違うね。いや、いいね。そんな感じで素敵な勘違いしました、ね。あ、うん、まあね、あの黒人っぽいラップしますからね、彼は。うん、だね、どうなんですか。あの意外となんかこうみんなチャラいけどさ、うん、あの今割とみんな普通だもんね、うん、ベルサイユ宮殿にふさわしい感じでネクタイしてるしね、うんうん、あの入店する前にワインエキスパート持ってたりとか、うん、で今日のなんといってもサプライズはタツキ今日2回目なんですけど、1回目と同じ服装なんですよ。そう、いや、うん、知らなかったんですよね、今日。そうだね、キュートだったんですね。脱いじゃいなよ、もう被ることないからね。ですよね。ぜひ脱いだからバレないよ、基本的に。1回目いつなのってなっちゃうけどね。バレない、今日ワイシャツですって絶対バレないからね。ワイシャツもネクタイもチーフも全部一緒なんでしょ。全部一緒に、ね、隠れちゃってますよ、ね、ね、再放送あの時からずっと着てたの、ね、そうですね、あの時からずっと。でも1個増えてんすよ、これ。あ、1個増えてんすよ。それ何ですか、ディズニーランド。あ、違いますね。あ、違う。これ一応資格なんですけど、うん、食育インストラクターっていう資格のバッジなんですよ。あ、なるほど、ディズニーランドではなかったね。いやーね、ちょっとそんななんやかんやありながら、うんうん、ちょっと最後に告知をね、うん、させていただきます、うん、はい、先ほどトーヤがテキーラ大好きだ、僕好きです、って言ってたのにね、大好きです、かぶせちゃうんですけど、明日、フェルセンナイトっていうイベントを、やります。で、はい、9時から10時の間にテキーラが、うちはいつも1500円でね、1杯1500円出してるんですけど、はいはい、まさかの1000円で、一杯1000円で1時間限定、安い、お出ししてますので、価格です、みんな来てください、待ってます、プレミアムできるんですかね、待ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。